霊夢、またあくび。あ、マリサ。霊夢はストレスなさそうね。うん、あると思う。どう見てもなさそう。でも、ストレスを減らす方法あるぜ。そうなの。うん、生き方をシンプルにすればいいぜ。シンプル。うん、それにはルールを設定するのがいいぜ。今回は米国ビジネススクールの教授が書いた、シンプルルールっていう本を中心に話を進めるぜ。このチャンネルでは読書、運動、ビジネスを通じて得た生情報をお届けするぜ。チャンネル登録よろしくぜ。早速本題。江戸時代、人々はシンプルな生活をしていたぜ。生まれたらそこで育てられ、親の後を継ぎ、家族を持ち、そして生まれた場所で一生を終える。今の常識じゃ、なんか不幸な感じがするけど、文献で察するに今よりストレス少なかったようぜ。人生の選択肢が多いほど、つまり自由度が高いほどストレスは増すぜ。でも、自由っていうのは高度文明の証ぜ。ちなみにうちの留学中、もうフリーダムインUS、ハーン。アメリカは日本より自由だろう。ってホストファザーに言われたぜ。そう。自由って一体なんだい？尾崎豊。文明が高度になるためには自由が必要ぜ。その代償、必然的にストレス社会出現。身の回りの環境が複雑になった。これから、5G、6G、AI、量子コンピュータ。などが出現、ますます世間の荒波が高くなるぜ。この波を乗りこなすには、サーフボードが必要ぜ。そのボードが、シンプルルールぜ。シンプルルール採用の効果が、劇的に現れた例が医療分野にあるぜ。なーに？トリアージ。治療の優先順位ルールぜ。次々運び込まれる患者を4つにカテゴライズする。緑軽症、黄待機、赤浅優先、黒死亡。患者にカラーの識別表を装着する。順番は赤き緑黒となるぜ。このトリアージ導入により、米国南北戦争での負傷兵死亡率が 42% だったのが、ベトナム戦争では 20%、イラク戦争では 10% に激減したぜ。すごかー。南北戦争時には、運ばれてきた順に患者を治療していた。状況のなすがままに対応していたぜ。それを乗り切るサーフボードがトリアージぜ。ちなみにトリアージはフランス語で選別を意味するぜ。犯罪者と交渉をする FBI ネゴシエーターにもルールがあるぜ。1、傾聴する。2、共感する。3、ラポール、かっこ信頼関係を築く。4、影響を与える。ラポール。俺の立場も考えてくれ。って感じで共感を深め合うことぜ。これと似たものにトーク力の法則もあるぜ。なんね。1、感謝の心を持つ。2、鼻呼吸。3、声を低くする。4、時折黙る。5、共感する。6、自分を認める。かっこ自己共感。7、傾聴力。かっこ黙って限界まで聞く。オーカー。うん、そんな時は自分でカスタマイズすればいいぜ。ちなみにシンプルルール自体にもルールがあるぜ。どんな？1、ルールの数が少なか。2、使う人に合わせてカスタマイズでく。3、具体的だけん。4、柔軟性あっけん。方言きつかね。自然界でもシンプルルールが活かされているぜ。霊夢、ムクドリ知ってる？うん、なんとなく。ムクドリは敵から身を守るため集団飛行するぜ。リーダーもなく一糸乱れぬ変態飛行は生物学的な謎ぜ。イギリスの生物学者エドモンド・セラスは、50年間ムクドリを観察、出した答えが、テレパシー。だったぜ。それから50年後、プログラマーのクレイグ・レイノルズがこの謎にチャレンジ、CG でムクドリの集団飛行を再現したぜ。その時のプログラミングに以下のルールが使われた。1、隣の鳥に近づきすぎない。2、隣の鳥から離れすぎない。3、隣の鳥と動きを合わせる。この3つのルールで本物の鳥の動きを再現することができたぜ。もう一つ、自然界での例を出すぜ。砂漠飛びバッタ。その名の通り砂漠に生息するバッタぜ。普段は単独行動してるけんど、食料不足になったら緑から黒に体色を変化させ、猛烈な集団飛行で通り道にある農作物を鳴き物にしてしまうぜ。挙句の果てと潜りまでするぜ。いやだー。このバッタの生態は、農学博士前のウルド・コウタロウ著、バッタを倒しにアフリカへ、に詳しく書かれてるぜ。アフリカでのバッタとの格闘が面白か、興味ある人は見てちょ。砂漠飛びバッタの集団飛行のルールは2つ。1、前を飛ぶバッタを追いかける。2、食べられないようとにかく前へ。恐ろしかー。まあ、自然界の不思議な現象にも、シンプルルールがあるってことぜ。ダイエットに効果的なルールがあるぜ。どんな？夕食は直径25センチのお皿に収める。ダイエットの検証実験が行われた。自分の意志力でチャレンジした人の多くが脱落。逆に、このルールを守った参加者は、1ヶ月平均1キロ減ったぜ。霊夢ぽっちゃり。泥棒もルールに従って家選びしてるぜ。いやだー。服役中の銃窃盗犯を聞き取り調査。その結果、監視カメラ、玄関防犯、身を隠しやすい、などの諸条件は一切無視。彼らが重視したポイントは、外に車が止まっているか、ということのみぜ。恐ろしかー。医療診断でもルールが活躍してるぜ。
例えば脳梗塞診断、MRI 検査は時間とお金がかかる。そこで医師が見るのが、患者の両眼が同時に同じ方向に動くか。このわずか1分の診断結果は MRI に匹敵するぜ。投資の世界でもシンプルルールが威力を発揮。ジェラルド・ローブという伝説の投資家は、損失が 10% になる前に損切りする、という停止ルールを設定していたぜ。重要なことは早く損失を受け入れ、気持ちをスイッチすること。長い目で見るとこれが、最も確実な成功への道だ、とジェラッチは言うぜ。また、金儲けの天才ネイサン・ロスチャイルドは、間違ちに染まっている時こそ大の好機だ、との言葉を残しているぜ。恐ろしか。うん。戦が当たり前の時代だけんね。戦に関するルールもあるぜ。砲撃の聞こえる方へ進め。混乱を極める最前線、指揮官の声が届かない時にどう行動するか。このルールは実戦で絶大な効果を発揮。これを採用したナポレオン軍はミラクル快進撃ぜ。不可能ないね。IT の巨人 Google にも採用ルールがあるぜ。1、最高レベルの人材を獲得する。2、個性的な人材も進んで受け入れる。3、履歴書のちょっとした瑕疵も見逃さない。瑕疵って何？誤りのことぜ。また、睡眠障害改善に関して、ピッツバーグ大学が4つのルールを設定してるぜ。1、毎朝同じ時間に起きる。2、眠くなるまで横にならない。3、無理に眠ろうとしない。4、寝具滞在時間を減らす。このルールで3分の2の被験者が、睡眠の質を改善できたぜ。眠かー。デール・カーネギーの名著、人を動かす。How to Influence and Influence People。でもシンプルルールが設定されているぜ。人を動かす3原則。1、盗っ人にも五分の利を認める。2、重要感を持たせる。3、人の立場に身を置く。以上の3つ、できそうでできないぜ。ミュージシャンの Y 沢一吉さん、も参考にしたらしいぜ。成り上がり。同じミュージシャン、ザ・ホワイト・ストライプスの2000年代を代表する傑作アルバム、ホワイト・ブラッド・セルズは5つのルールに従って制作されたぜ。1、ブルースなし。2、ギターソロなし。3、スライドギターなし。4、カバー曲なし。5、ベースなし。彼らはわずか10日でアルバムを完成させた。メンバーの一人ジャック・ホワイトは言うぜ。ルールなしで、一体どうやって、創造性の高い作品を作るんだい？また、絵画の世界で印象派のモネは、6色の絵の具だけを使用。光と色彩の豊かな、200点以上の作品を世に残したぜ。自由って一体なんだい？うちも趣味の読書にルールがあるぜ。マリサの。うん。1、毎日1時間半は読む。2、1冊15分で次の本に行く。3、そのうち1冊はエングリッシュ本。ワンアンドハーフアワー読むから毎日6冊は目を通すぜ。ちなみに監督はしてないよ。でしょうね。うちのもう一つの趣味、運動にもルールがあるから紹介するぜ。1、柔軟系運動2に対し負荷系運動1の割合。2、月、水、金はラントレ。火、木、土は筋トレ、日曜休み。3、筋トレは上半身2日、下半身1日。動きたくない。回復に48時間かかるから、2日連続で同じムーブメントをしないようにしてるぜ。学生時代やってた合気道にもルールがあったぜ。どんな？1、成果の一点に心を沈め統一する。2、全身の力を完全に抜く。3、体のすべての部分の重みを、その最下部に置く。4、気を出す。心身統一の4大原則、って言われてるぜ。成果って、へその下ぜ。お股とおへその中間点。昔で言う丹田ってやつ。武士はこの丹田を大事にしてたぜ。なして？不動心、死と対峙するためぜ。腹切り、はこの、武士が大事にしてる丹田を切ることぜ。恐ろしか。以上、シンプルルール。を中心に解説してきたけど、名言を指針にするって方法もおすすめぜ。どんな？うちが心がけてるのが、精進環境して不全をなす。って言葉ぜ、チャイナの古典、来期の一節、暇になると一般ピーポーはいらんこつす。ってことぜ、精進物のうちは、日々、シンプルルールに身を任せてるぜ。テレサ店、休養は忙しい人に頼め。ってのもこれに類似する鉄則ぜ。ナポレオンヒルの成功哲学には、思考は現実化する、というのもあるぜ。イメージング、日本の成功哲学者中村天風さんの名言。差し当たる、そのことのみをただ思え、過去は及ばず、未来知られず。政治の世界、マティス元米国防長官の提言。同盟国がいる国は成功し、同盟国がいない国は弱体化する。政治わかんない。シニカルな名言もおすすめぜ。普通モラリスト文学からラロシフコーの言葉。美徳はほとんどの場合、偽装した悪徳に過ぎん。自分を称賛する人をうちらは必ず愛し、自分が称賛する人をうちらは必ずしも愛さへん。ほとんどの人が小さな恩は返し、中くらいの恩に感謝する。バッテン、めちゃビッグな恩に対して、恩知らずじゃない人は、ほぼ一人もおらん。弱い人間は率直になれん。カップルが一緒にいて飽きないのは、自分のことばかり話し極限体。なんておもろい名言をロシュッチは残してる。ルール？シュール？
隠すものは責められ、明かすものは崇められる。っていう心理学的格言もあるぜ。自分の欠点はさらけ出す方が得ってことぜ。最後にこんな人生訓もあるぜ。人生には3つの坂がある。上り坂、下り坂、まさか、あはは。みんなも自分なりのルールを設定すると、ストレスが減って、集中力が増すぜ。これからのメガインテリジェンス時代の高波を、シンプルルール、というサーフボードで楽しむぜ。わかったー。参考文献、案内欄に紹介しとくぜ。チャンネル登録もよろしくぜ。ご視聴ありがとうございました。